こんにちは、タイスです。今回はスカーレットバイオレットで公式からプレゼントの情報公開がありましたのでご紹介していこうと思います。今回プレゼント情報の公開があったのはこちら、全国のポケモンセンターやポケモンセンターオンラインでお誕生日の月にもらえるワクワクお誕生日がリニューアルしてもらえるプレゼント、ポケモンのプレゼントが新しくなるという内容です。現在のワクワクお誕生日でもらえるポケモンのプレゼントはパモかカルボーのどちらかのシリアルコードです。こちらは2024年10月31日までの予定なので、10月、今月のお誕生日付の皆さんは現状のパモかカルボーがもらえるようになっています。ただ終わりが10月31日ですので、来月2024年11月1日からはリニューアルして新しいものになります。リニューアル後の期間は2024年11月1日金曜日から2025年来年の10月31日までの1年間です。11月1日からはポケモンスカーレットバイオレットのソフトでもらえるポケモンのプレゼントがワッカネズミのシリアルコードに変わります。その他にももらえるブーケのメッセージのカードとかも変わったりするんですが、ワッカネズミといえば確かに今年ポケモンセンターのオリジナル商品でワッカネズミのもの多かったんですよね。もしかしたら布石だったのかもしれないです。ということでここからはリニューアル後の11月1日からもらえるプレゼントがワッカネズミになった時にどうやってもらうのかなどのお話をしていこうかなと思います。まずワクワクお誕生日でワッカネズミのシリアルコードをもらうためには、配布の期間が11月1日から来年10月31日までの期間になっているので、この期間にポケモンセンターもしくはポケモンセンターオンラインでのお買い物をする必要があります。配布場所は全国のポケモンセンターとポケモンセンターオンラインのみです。ポケモンストアっていうところやポケモンの出張所、またカフェなどでは実施がないのでご注意ください。これ結構間違えられるところなんですけど、ポケモンセンターのみだと思っておいていただければ大丈夫です。配布対象になる人はお誕生日付きのお友達です。11月1日からリニューアルなので11月生まれのお友達は今回リニューアル後1番にもらえる人たちです。次が12月生まれ、1月生まれみたいな形になります。これお誕生日の月になっているので、例えば11月10日生まれの人は11月にもらう、11月がお誕生日付きなので11月1日から11月の最後の日までもらうことができます。また12月29日の方は12月1日から12月31日までの間がお誕生日付きですので、その月に全国のポケモンセンターに行くか、もしくはポケモンセンターオンラインでお買い物をする必要が出てきます。ポケモンセンターでもらうためにはお誕生日の日を証明できる公的証明書、運転免許証とかマイナンバーカードとかそういうものが必要になります。プラス任天堂スイッチの本体が必要です。ホーム画面にポケモンのスカーレットバイオレットの画面があると思います。そちらを見せてお誕生日の日ですねという確認が取れたらシリアルコードがもらえるという形になっています。また任天堂スイッチの本体がちょっと持ち出しできないっていう時にはスマホ版のポケモンホームの不思議な贈り物の機能を使ってポケモンセンターの店頭で直接ポケモンを受け取るというのも可能になっています。ここに関しては私がちょっとやったことないので謎なんですけど、
できるようになってるようなので、公式のホームページやポケモンセンターに行った時に確認してみてください。ポケモンセンターでお誕生日のシリアルコードをもらうためにはどちらにしてもポケモンセンターのスタッフさんに話しかける必要があるので、そこで聞くのが確実かなと思います。そしてポケモンセンターオンラインの場合に関してはポケモンセンターオンラインを作った時の ID、アカウントの登録になっている誕生日の月のお買い物で自動適用です。これお父さんやお母さんが作ってるよっていうものに関しては誕生日月がお父さんお母さんのものになってたっていう方もいらっしゃるので、ここを注意してみてください。実はですね、ポケモンセンターオンラインだともらったことあるんだけど、店頭のポケモンセンターでもらうの初めてっていう方でちょっと間違っちゃったっていうお声がね、以前コメントで視聴者さんから寄せられたことがあったので、今一度確認のためにまとめてみたという感じです。はい、私誕生日5月なのでまだもらえないので、来年までねしっかり覚えておいて待っていようと思います。そして今回もらえるプレゼントがワッカネズミになっているので進化先がございます。ワッカネズミの場合は進化するとイッカネズミになるんですけど、イッカネズミの姿って4匹家族の姿と3匹家族の姿2種類存在しています。こちら進化するときに決まるのではなくて、捕まえた時の個体で決まるっていう特殊なものになってます。通常だと 90% 以上4匹家族が多くて、ほんのわずかに3匹家族になる個体がいるという形なので、ポケモンセンターでもらえるこのワッカネズミの進化がどちらになるのかというのは謎です。運が良ければ3匹家族も生まれるのかもしれないんですけど、それはまたもらった時のになると思います。はい、またですね、プレシャスボールに入っている特別な個体で、親名は今まで通りだったらポケセンになっていて、シリアル ID だと多分始まる2024年の11月1日からにちなんで20241101とかになってると思うんですよね。特別な個体になっていますので、もらうっていう時にはもしね、サブアカウントでも遊んでるんだよねとか、スカーレットとバイオレットどっちでも遊んでるんだよねっていう方は2枚ね入手して、各セーブデータに1匹になりますので、その分だけもらえるようにっていう風に、工夫するっていうのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はポケモンセンターでプレゼントでもらえるワクワクお誕生日のポケモンについてをまとめてお話ししてみました。いや、去年もですね、パモとカルボーに変わったよっていうお話で動画にしてたんですけど、1年あっという間な感じがします。その前フラエッテだったんですよね歴代で毎年お誕生日のポケモンを入手して集めてるよっていう方もいらっしゃるので、次のねポケモン何になるのかなってね結構予想されてた方も多かったみたいなんですが、ワッカネズミに決定しました私はねまた誕生日来ないのでもう結構先になるんですけど、近々お誕生日の方は多分ねもらうよっていう方もいると思うので、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。